公式写真みたいな。やーのポテこんにちは。こんにちは。ポテンシャル2018です。今日はぽっちゃんにおやつが届いたので、それを食べさせてみようと思います。嬉しい。今日来たのは3種類、なんかおしゃれな感じのいろいろあります。ぽっちゃんはどのおやつを気に入るんでしょうか。ぽっちゃんは今散歩から帰ってきて、ブラッシングとお耳掃除を終えました。行こう。じゃあ今日はね、3種類おやつがあるから1個ずつあげようか。はい、今月はちょっとパッケージも結婚式の引き出物みたいな感じかな。今回はこんな内容です。はい、夫が出てきたので警戒しています。とりあえず順番に行こうか、ケロちゃん。はいはいはい。馬の灰開けますよ。ぽっちゃん最近このジップ袋だったら何でも自分のものだと思ってるからね。確かにね、こんな形です。見えてる、きんぴらごぼうみたいな匂いする。そんなに味はない。でも犬は寄ってくる。そうだね、すごい寄ってきてる。ちょっと乗らないでもらえませんか。はい、ぽっちゃんお座りして。さあ、はい、偉いね。待っててちょうだい。うん。おかわり、あ、座って座って。おかわりちゃんはね、うん、はい、せ、早い。おいで、おいで。ミネラル豊富でふ菓子のような軽い食感をお楽しみください。軽い食感って言った瞬間パリッて。おいしかった。嬉しいね。はい、じゃあ次、兵庫県丹波の鹿肉を使った鹿そぼろだって、アレルギーを抑えてがん予防に効果的なの。すごい気になってるね。これもおしゃれだね。あ、おしゃれだね。うん、うん、鹿、ちょっといい先に。あ、鹿肉。へえ、大好きじゃん。うん、こっちゃん嬉しいね。座って。うん、ジンギスカンって感じ。はい、どうぞ。すごい音。うん、でしょ。うん、これはね、満足感がありそうですね。いっぱい入ってるし。いっぱい入ってるね。うん、はい、お気に入りでした。欲しい。あ、すごい。で、次はね、もうこれ人間のお菓子って感じ。最後？うん、ポチ。もう全部お喜びだね。うん、すごい寄ってくる。そんなに匂いするの？ローカロリークラッカー、はいはい、アロニア入りだって。寒天が入っています。じゃあちょっといい、先に。どう？あ、クラッカー。おさじ食べたいね。うん、食べる？いらない。伏せして。待て。よし。あ、遊び出すやつじゃないこれ。あ、食べた。すごい。いい音だね。うん。この子だけ食べた。ね、特別だよ今日は。ね、まだだよ。ぴょんおいで、こっちに。ぴょん。ここに、ここぴょん。うん、そう。すごい高い。よし。美味しいか。今回もね、無添加のおやつばかりでね、これが嬉しいとこだよね。うん。で、前回のおやつも、うん、まあ大体まだもうちょっと残ってるけど1ヶ月分ぐらい、うん、うん。まあね、金額的には安くはないけど、うん、まあ新しい体験がね、自分で選ばないからね、こういうのはね。そう、このおもちゃ編の時もそうだったけど、うん、取ってこいみたいなのが、うんうんうん、まさかできるとはね。そういうね、経験があるっていうのが、うん、そうだよね、いいところ。あとはさ、なんて言うんだろう、鹿肉とかジビエ的なものはさ、犬は大好きだからさ、うん、うん。あとはさ、いろんな種類、あ、これとこれが欲しいと思ってもさ、うん、サイトが別だったりするとさ、
送料が、ね、まあ、セレクトしてもらえるとね、意外な発見があるよね、まあ、こういうの好きなんだって、まあ ね、うんうん、その体験だから、うん、体験を得るためにどうかねみたいなところが大きいね、うん、そうだね、はい、ぽっちゃんサボロでもこれで終わりだよ、はい、というわけで今月の体験もありがとうございました。ということで今日ぽっちゃんが食べたのはトギボックスでした。概要欄にリンクが貼ってあります。はい、閉まっても興味あるよ。小型犬と、うん、あの犬の種類によって金額が違うんだけど、まあ、3000円台ぐらいなんだけど、うんうん、小型犬だともうちょっと安くて、うんうん、なんかセレクトしたものを選んでくれるので、アレルギーの犬は相談に乗ってもらえる、ね、そうそう、そういうのもあるんで、うん、ぜひ概要欄から見てくださいということでした。はい、うん、以上、ポテンシャル2018でした。よろしければ、いいねをお願いします。いいね、いいね。Twitter もやってます、インスタもやってます。見てない。ん？行くよ。行くよ、見ててよ。見ててよ。行くよ。行くよ、ぽっちゃん。それー見てはいない。そう、見ないんだよね。落ちた音で気づくね。うん。うるうるうる。うわ、持ってきて。ぽっちゃん持ってきて。なんかそれ好きみたいだね、ちょっとね、いい形なんじゃない、可愛やすくて、ね、めっちゃフリフリしてる、ほらすごいねなんか夜犬のポテ、子犬のポテ、公式写真みたい、横に座って確かに顔してるよね、今日も。うん、爽やか。